爬虫類 YouTuber MZ 爬虫類さんのオタク訪問動画第2弾です。前回はサバンナモニターのヒロシ君に抱っこや餌やりをさせてもらいました。今回は巨大なブラッドパイソンに餌やりをさせてもらいます。こちらは MZ さんが爬虫類たちの餌用に繁殖させているラッドです。月にいると思いますね。このラッドたちが餌になるわけですね。 MZ キャンはこのラッドをこのブラッドパイソンに与えるので、じゃあお願いします。おお、すっげー一瞬ですね。そして太い、飲み込んでます。すんごいラットの金玉の存在感でかっ、すっげーな、大迫力だ。生きたネズミを与えることって抵抗がある人もいるかもしれませんが、生きた生き物を与えるのにも理由があります。食いつきがいいとか、餌としての質がいいとか。 MZ さんは以前自分で購入した冷凍のネズミの状態があまりにも悪く、そんなものをペットに与えていいのかと思ったことから自分で餌を繁殖させようと思ったそうです。かわいそうではありますが、だからといってしてはいけないということではないと思ってます。ペットの飼育を含む様々な娯楽は、たくさんのかわいそうの上に成り立っていることを自覚し、それを無駄にしないということが大事だと思っています。すっごい、うわぁすげぇ、あの映画のアナコンダみたいな。呼吸器が開いた。顎直しをしてますね。おお、すげえ。食べ終わったな。おお、すげえ。めっちゃ口の中見せてくれる。見せびらかしてる、口の中も。食べ終わりました。というわけでブラッドパイソンの捕食動画でした。すごい迫力でしたね。気を与えることに関してもっと深く語ってる動画も以前出してるので、もし何か思うところのある人は見てみてください。おすすめ動画の左のやつです。